こんにちは、サオリです。今日は雑穀でシェパーズパイを作ってみました。お肉を使わずに雑穀でミートソース風を作ったすごくヘルシーなシェパーズパイです。では作っていきます。まずは玉ねぎ半分をみじん切りにしていきます。大きめの粗いみじん切りで大丈夫です。今日は炊飯器で作っていきます。材料を炊飯器の中に入れていきます。雑穀のミックスを使っていきます。好きな雑穀ミックスを使って大丈夫です。雑穀を半カップ炊飯器の中に入れていきます。トマトジュースを入れていきます。有塩のものを使っていきます。無塩のタイプを使う場合は塩を一つまみ足していきます。水を入れていきます。私の使っている雑穀は豆や麦など大きい粒のものがたくさん入っているので 30g 水を入れています。ヒエやアワやキビなど粒の小さい雑穀がメインの雑穀ミックスを使う場合は水の量を少し減らしても大丈夫です。醤油と塩とニンニクと生姜を入れていきます。画面では生姜とニンニクをパウダーの粉状のものを使っています。生の生姜とニンニクをすりおろして使っても大丈夫です。玉ねぎのみじん切りを入れたら軽く混ぜてからじゃがいもを入れていきます。じゃがいもは洗って芽の部分を取り除いてから皮ごと半分に切って一緒に入れて茹でていきます。じゃがいもの切り口が上に向くように入れていきます。炊飯器で普通に炊いていきます。炊き上がったら粗熱が取れてからじゃがいもを取り出して皮を剥いて潰していきます。潰したじゃがいもにオリーブオイルと塩と豆乳を入れて混ぜていきます。しっかり混ざったらマッシュポテトの完成です。刻んだくるみを炊いた雑穀の中に混ぜていきます。入れることでコクがすごく出て歯ごたえもすごく美味しいです。混ざったら耐熱皿に開けていきます。フォークで筋目をつけていきます。230度のオーブンで15分焼いたらシェパーズパイの完成です。雑穀がお肉みたいです。材料を入れて炊飯器で炊いただけなのにミートソースになっています。比
ルミの食感とコクもすごく合います。ミートソースに胡椒やシナモンなど好きなスパイスを加えて作ったり、人参など好きな野菜を加えて作っても美味しいです。お好みにアレンジして作ってみてください。クリスマスパーティーのお料理にもおすすめです。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。感謝いたします。また次回の動画でお会いしましょう。